2023年5月13日春秋読書はスポーツ読書はスポーツ初期14年から計14年春以上真に真より至る 大丈夫かな？3月蒼白等を出す夏、4月秋、宋の武庫を葬る。8月虚子虚出出す,出す冬。今日その講師異界を殺す。電。14年春以上真より至るとは真を尊びて己を罪するなり、真を尊びて。 己を罪するは礼なり何回のまさに総務官とするやひひとに近えり死と老器量器排出と偽り何回に壊しめて曰いわく真自解を受けんことを願いども病怒れりもし君の霊をもって死なずんばこう言うを待ちて誓わんとこれを許す。 民のそむかんと保するによりて州を調査しめて誓わんとこいついに南海を脅かしていわく軍心その君を忘れざるども死を恐れてもって今に及ぶまで三年命を聞けりしもし図らずんばひひとその君に忍びずまさに死を恐れることはあたわざらんとす。 し、いずれのところにか欲をたくましゅうせざらん。こう死をおくらんと。気をこうこと、いつかついにいに走る。飲酒に、稽古にじす。こういわく。反復。答えていわく。真はこうしとはらんとほせしなり。んせ石いわく。かしにしてこうしつをはらんとほするは罪。これよりも大なるはなし。と。しとり気き、 たりて火成功大分子をしてこれを痛さしむ夏阻止前端をして上国の兵を早急に選びかつその民をなでしむ貧にガち旧を救い雇用を長辞老子と養い海徳を治め再冠を救い古家を許し財霊を許し監督をなじり延体を挙げ神を霊し旧を継いんで軍に六死神を合わせ 「寮に任じ官をものにす」「屈火をして東国の兵を少量に選ばしめまた格のごとくす」「辺境によくし民を休めることを5年にしてしかるの地に死を用いぬ」「礼なり」「秋8月今日の貯救行出す」「確固いたまざりければ黒人従わずして」 初級校の弟公与を立てんとすおう子、公私異界を憎みて公与によし合公公私卓を憎みて異界によし公子、卓およこによってこれとともに計りて曰く何時以外を殺せ我君を言い出して公与を入れんとこれを許すその霊院四王に徳ありてどう知らずともといどう知らず養子と非して求めあくことなし おうこれを憂う9月公後祖師開成前を殺して養子の底を滅ぼし闘神をして運に折らしめもって休君を忘れることをなけらしむ冬12月親を自負、今日の講師、異界を殺す孝孝生に走る孝子たく孝余、生より向こう生の嫉妬、孝子生、これを送るロデガリ。真の傾向 祐子と菊の伝を争いいさしゅうして平らぐことなし死刑白、ソニにキ、き祝御摂理す感染死命じて救国を救国を断絶しむ罪祐子にあり祐子その上、祝業にいる祝業、罪を稽古に定む稽古を怒り祝業と祐子等を長に殺す戦死その罪を宗教に問う宗教いわく三人罪を同じうす に行い死を陸してかあなり容赦は自らその罪を知りて舞い,舞いないて持ってチョコを買い負や獄をひさぎ桂香は殺をもっぱらにせりその罪いつなり己悪にして美をかすむるを根となし貪りてもって勘を破るを僕となし人を殺して今さるを賊となす箇所に湧く根木賊は殺すとは紅用の刑なり こうこれに従わんとすなわち傾向に行えて容姿と宿賀等を死にさらす忠次いわく「宗教はいにしの異直なり国を治め刑を制することを真に負けず真に負けず三度宿賀の悪を数えて罰言をなさずいわく義なるかな直なりと言うべし」。 平休の会にその賄内を責めてもって英国を許し、真母をなさず、炉に既存を返すにその偽りなるを称してもって炉国を許し、真逆をなさず、慶公の極にその端を言いてもって継承を正し、真派をなさず、三元して三悪を除き、三利を加え、真を殺して英を増せり、なお義になるかな、と。 14年、K、14年の春に炉の既存以女が秦から帰った。3月には宋の武功が亡くなった。でん、14年の春に炉の兵士すなわち以女が秦から帰ったと春秋にあるのは秦を尊んだ書き方で礼にかなっている。炉の既兵士のもとへ既存子の家来であった南海が主人の領地である碑を根拠地として背こうとした時のことであった。 火の人々はすぐに何回の味方となっている既に,既に同じく既存子の家来であったシトローとキリオキとは、えー、と私たちもあなたのお味方をいたしたいのですがあいにく病気で思うままになりません回復次第お味方に参じますと病気を口実として態度を曖昧にしておいたそのうちに火の人々が何回に背こうとする気配を示した 二人は南海に向かって私たち二人の長い病気もおかげさまで全開いたしました大勢のものを集めた上でお味方の約束をしましょうと言い火の人々を集めておいてこう,いこう言った自分たちは決して主君の御恩を忘れてはいなかったただ時期を伺うために3年間もお前に服従,服従していたのである今や火の人々もお前を憎み追い出そうとしている 太陽はこの地ばかりを照らら、さぬからどこへ何とも立ち退きなさいと、仕方なく南海は五日間の猶予をこいその間にいろいろと工作をしたしかし火の人々は南海の工作に応じなかったので五日の後彼はついに生に出奔した生に出奔した南海は稽古に招待されて主演の席に臨んだ。 酔った傾向は彼を指差しここに無本人がいると戯れるい,いえ自分は私は自分が贅沢をしたさにやったのではありません炉の王室の勢力を張ろうとして国政を左右していた既存心反抗したのですと一生懸命に弁解するのをそばにいた聖の家老の志願石が遮って陪信の身分でありながら炉の王室のためだなどとこの男は僭越至極のことを言うと遠慮なくメンバーした さて、南海を生に追ったシトロウと気力とは火の土地を炉に返上した聖の恵光もまた家老を死者として炉に使わし南海が同行した火の人々を引き渡した K 夏には突起事項がなかった夏になるとその平王は家老の全体に命じ 西部の国軍を越兵させた。それを機械にこの地方の国民に前政を施してすっかり従来の面目を改めた。やがて今度は過労の靴火を東部に使わし、前と同じく越兵を行い、前政を施した。こうして祖では国内を治め、隣国と信仰を結び、5年の間軍票を動かさなかった。 5年間民力を休養させたのは礼にかなった態度であった「K 秋に宋の武下を葬った」「8月になると京の君が亡くなった」でん「8月に京の初級校が亡くなったその子の高校は少しも悲しそうな顔をしなかったので京の国民は愛想を尽かし」 直九郷の弟にあたる高陽を立てようとした京の華龍の歩陽郷は王族の李凱を嫌って高高陽と仲が良かった。また高陽は王族のタクを嫌って李凱と親しく交わっていた。そこで王族のタクは華龍の歩陽郷と相談し、お前は李凱を殺す。自分は君、すなち高陽を 追い出しして、てを立てようと示し合わせた。その平王を補佐した功労を盾にして失政の子規はさまざまな要求を次々と持ち出して再現がなかった平王はついに決意し9月皇后の日に四季、すなわち統制前とその一味とを殺してしまうそしてしかし四季の功を忘れずその後の当心に運の土地を与えた以上慶 8月ええ元居では王族の異界を殺したこれは12月の出来事である伝8月に約束した通り「虚の保育公は12月に入って王族の異界を殺した高校は身の危険を感じて生に走る王族の拓はすぐに生から紅葉を迎えて君とした」。 聖の宗斗と公私書との2人が公用を送り届けたため今日はその返礼に聖へ土地を送った真の傾向が陽子とこれは菊ですね地区だから漢を読みで菊菊という土地の所有権を争っていた。 裁判官の死刑伯が祖に出向いた留守中宗教の弟の宗婦が代理となって審判した罪はどうしても容姿の方にある旗色が悪くなったと知った容姿は我が娘を宗婦の将とする宗婦はその色かに迷って慶子に罪があると断じてしまった慶子は大いに怒り真の王帝で宗婦と容姿とを殺すという詐欺になった。 「この騒動をどうさばいたらいいでしょうか?」と歓喜はまたもや宗教に尋ねた「3人は同罪です処罰に不公,不公平があってはなりません」と彼は答えええー その理由を説明した。「容姿は犯した罪を知りながら賄賂を用いて裁判に勝ちました」「祝父は特色の罪を犯しました」「そして慶子は国宝を無視して殺人を行ったのです」「ですから生きている慶子には死刑を施し死んだ容姿と宿父は死死を町に晒すのが妥当かと思います」と彼は感心し「その意見通りにした」 孔子がこれを表して宗教は今どきに珍しい人物である国宝の前には肉親の弟とても全く遠慮しなかったと褒めたたえたこの祝父という人が弟ですねはい、えー、以上。 では続き「昭光十五年慶十有五年春王の正月五子異伐出巣二月帰由不休に断り約入り亭秋秋出巣学を去りてことを覆う夏歳の長後入れて亭に走る六月亭止咲日これを食するあり」。 秋真の順吾死を率いて戦後を打つ冬孔を死に行く伝十五年春まさに武功に停戦とし八冠を今しむ師神曰く帝の日にそれとがあらんか我赤国の真を見る最小にあらざるなりふんなりそれことに望む者にあらんかと二月起由停す主急ことに望む役入りて出資ければ 学をされてことを終えぬ礼なりその非務極、長後の際にあるを害としてこれをさらんと欲すすなわちこれに言いていわくおうただ死を信ぜりゆえに死を際におけり死もまた長ぜりしかるに甲斐にあるは恥なり必ずこれを求めよ我死を助けてこわんとまたその神の人に言いていわくおうただごを信ぜり ゆえにこれを際におけり二三四これにしくものなししかるにその神にありまたたからずやはからずんば必ず何に及ばんと夏再比と長後を追う長後いでて手に走るを怒りていわく生れただごをしんぜりゆえにこれを際におけりかつごをなかりせばわれここに及ばざりしならん何時何のゆえにこれをされる。 無極答えて曰く阿に、呉を干せざらんやしかれども前よりその人となりの異なるを知れりさ才にあらばさえ必ず速やかに飛ばん呉るはその翼を切るゆえんなりと6月一中王の大使重出数秋8月母院王の母公法図。 真の順吾、死を率いて戦後を打ちて孔を囲む、子人、城をもって染むかんとこをものあり、牧師許さず、左右役、死と勤めずしてもって城を埋めし、何のゆえになさざる。牧師曰く、我れこれを宗教に聞けり、曰く孔を謝らずんば、民を赴くところを知りてことならざることなげんと。我が城をもって染むくものあるは、 我が花肌に組むところなり人を城を持ってきたるを我一人なんぞこれを読みん,ぜん。はな花肌に組むところを称せば読みんずるところをいかにせん。もしそれうせずんばこううんを牛のうなり何をもって民を応案力を要すればすなわち進み力らざればすなわち退き力をはかりておこ行わんのみ我れ城を保するをもってして官に近づくべからず牛のところ ますますおからんとこう人をして犯人を殺して守備を治めしむ公を囲むことを三月にして小人あるいはくだらんと来いその民をしてまみえしむいわくなお食食ありしばらく何時の城を治めよと軍利いわく城を縁とするにとらず民を務めずして兵をつらす何をもって君に使えん。 牧師曰く、我はもって君に使えんとなり、一憂を得て民おこ,おこたりを教えば、はたいずくんぞ、憂を持ちいいん。憂も,もっておこたりをこうは、そうを、えもとい、九を全くするにしかず、おこたりをこうは、終わりなく、九をするは不詳なり、こ人ようその君に使えよ。我もまた、を我が君に使えん。 義に従いてたがわず、こう謝らずんばあしろ、うべくして民、義償を知らん。名に死することあれども、死んだけはまたか必ずや、と。子一食つき、力つくと告げて、しかるのちにこれをとり、子に勝ちて帰る。一人の陸せず、子し遠征をいて帰る。冬、こう信に行く、平家の会のゆえなり。 月12月「真の純暦」「週に生きて母歌を葬る」「石段書いたり既に葬りてもを除き文博と演し孫に六を持ってす」「大いわく白紙を諸公を見守って王室を勤務することあり真一人あることなきは何ぞや」と文博石段を有す答えていわく諸公の法勢ラらルるや」 皆名器を王室に受け持ってその社食を沈伏ゆえによう意気を王に勧めたり神は神山により重敵と共に隣りして王室に遠ざかり王の礼及ばず銃を排するだにいとまあらずそれ何をもって気を健全王曰く祝詩何時これを忘れたるか祝夫当主は西王の母弟なりそれかえって分なからんや 密首のことをその退路とは文の大衆せしゆえんなり結教の功は武の将に化ししゆえんなり当宿これを受けてもって新居におり重敵を共有せりその後上の二路積越巨長特急古本尾は文庫これを受けてもって南洋の伝を保ちて当家を武政せり 文にあらずしてなんぞ。それ訓ありて廃せず席ありて乗せこれを頬ずるに土田を持ってしこれを伏するに意気を持ってしこれを表すに社服を持ってしこれを明らかにするに文章を持ってし子孫忘れざるはいわゆる幸いなり。服装の登らざる福府づくにかわらんかつ昔何時の酵素 縁真の転籍をつかさどりて持って体制をなせりゆえに石子という神勇の西とこれを正すにおびて真ここにおいてが当主あり何時は視点の後なり何の故にこれを忘れたる」と石段断ることを後わざりき貧伊豆大いわく石穂はそれのちな,なからんか天を数えてその層を忘れたりと 石段帰りてもって宗教に次ぐ宗教を曰くおうそれ終わらざらんか我これを聞く楽しむところは必ず終わると今おう憂いを楽しめりもしおうるに憂いを持ってせばおうると言うべからずおう一切にして三年のもう二つありここにおいてが葬品と縁しまた息を求む憂いを楽しむことはなはだしかつ憂いにあらざるなり 息のきたるは過去にこれよる、藻によるにあらざるなり、三年の藻は、木といえども服を研ぐるは霊なり、王を月げずといえども円楽することはなはだ早し、また、霊にあらざるなり、霊は王の体系なり、ひとたび動きて事例を失いり、体系なし、元もって天を考え、天もって、景を記す、景を忘れてた元す、天をあぐとも、はたあいづくにかこれを持ちんと。 以上百聞15年計15年春」「15年春亡暦の正月に五の君が亡くなった。 2月炉の,の武功の廟で祭りを行っている最中に出家が死んだそこで音楽だけは中止したが祭者は進行させた伝15年の春に炉では武功の廟で大祭を行ったその期日を軍師に布告した石上で紫神という人が大祭当日,当日には不祥事があるかもしれません。武功のの、に赤黒色の 赤黒色,赤,色赤黒色の「悪気の上がるのを見たからです」と予言した2月杞憂の日に大祭が行われその最中に席に臨んでいた執行が突然死んでしまった人々は競技の結果音楽だけを中止して大祭を続行したがこの処置は例に合っていた。計 夏に蔡の長吾が邸に出奔した六月停止の日に日食があった。でんその平王が蔡を復興して長吾は再びその君となった。その被武局は長吾が平王からすこぶる信用されているのを妬みそれを除き去ろうと考えた。彼は長吾に向かって 我が君はあななたをこの上もなく信用されれておられます。それにしても私がいつも不思議に思うのは「あなたのお年の割に位が低いことです」「なぜ我が君にもっと高い位を壊わぬのですかあなたが願い出られれば我が君はすぐにも許されるでしょう」と還元で誘いをかけ,かけ一方長悟よりも位が上にある人々には「いの君の張悟殿は我が君のご情愛が厚いのに同情して」 「あなた方を追いい出そうと図っています。あなたの地位を妬んでにそうやりません。今のうちに何とかご処置されぬと大変なことになりましょう」と先導した夏になると先導された人々は結束して趙を抑えから追う長後はやむなく丁寧に逃げてしまった。 詳細を聞いた平王は憤り「自分は長後の人物を信用して3位の君とした彼がなければ自分はその君とはなれなかったであろう」以上は昭子13年の趙に見えるそれほどの功労者をなぜ追い出したのかとなじる被部局はそれに応えてこう申し上げた「あの男を絶対に信用するのは我が君だけで一般の評判は決して良くはありません」。 がもし祭におりますならば祭は間もなく孫に背きましょう我々は我が君に代わって僭越ながら祭の翼を切ったのであります6月一中の日に州の慶應の大使樹が亡くなった K 秋に真の純子が淳体を指揮して仙愚という一種族を討った伝 秋8月母音の日に衆の大使呪の母君すなわち牧公が亡くなった真の純子が大軍を率いて戦務一種族の戦務を討ちその属国の公を囲んだこの家来たちが主君を裏切って純子に内容したしたいとこう太が純子は許さない左右の者が不思議があって我々に内容したいというものをなぜ許さないのですか味方に損害が少なく、 敵上を手に入れられらましょうものをと言う。ものと人間は善を好み悪を憎む心が大切だ。自分は金々宗教などから承っているが敵の内容者を利用するなどは武士の風上にも置けぬ卑怯な態度ではあるまいか卑しくも義を知るならば内容者に賞を与えることはできまい賞を与えなければ真を失うことになるゆえに力のあらん限りこの 城を攻め落城させればよしさせられなければ退くより仕方がない無人は真偽を何よりも尊重する」。こう答えた純悟は内王者の生命を子に通知して改めて正々堂々と攻め立てた美月の間城を攻めていると孤のある人が降参を願い出た純悟はその使者に対面しまだまだあなた方は元気がある。 守守れるだけ守りなさいと諭してそれを拒絶してしまった降参を願い出たものを拒絶するとはどうしたことですか「軍兵と兵器等これ以上無駄に使うのは忠義とは言えないでしょう」と部隊長の一人がなじる純吾すなわち牧師は「忠義な心では自分はお前たちに負けはしないし城一つを陥れたとて国民に怠惰の気を起こさせては何もならないだろう」。 裏切り者を奨励するようなことは絶対に慎みたい。国民に美風を守らせるのが城の一つや二つを売るよりよほど大事だと言いましめ再び堂々と攻め立てる。やがてこの人々は「兵糧もなくなり力も尽き果てました降参するより他の手段はありません」と告げてきた今度はこの人々全部の願いなので純悟は初めて敵情を陥れ凱旋した。 帰国する時この君の園庭だけを引き連れ他は一人も殺さなかった K 冬炉の将校が真に出向いた伝平久の会合で捕らえられた炉の兵士すなわち子孫が放免されたそのお礼を述べる目的で冬になると炉の将校が真に出向いた 12月に入ると州では墓公、すなわち太子寿の母君の葬儀を行った神の巡暦すなわち私文白が生死石段が副紙となってその葬儀に参列する葬儀が終わると木を脱ぎ州の慶応は二人を招待して主演を張る主演の樽には炉から献上した壺を用いていた慶応はそれに目を止めて巡暦に向かい諸侯は皆州に献上物をいたすのに 信だけは何もしない信は衆を慰安するのを忘れたと見えるといった純暦にはその返答ができずもじもじしている見かねた福祉の石段が御前に進み諸王の民逸で安穏に暮らせますので諸侯は争って献上物をいたしますしかし我が神は神山の中にあり異種族と隣り合っていてその性伐に追われています。 「いわば周王のご意向は我が国まで届かないとも言えるので宝物を献上いたすのを遠慮しております」と言上した慶王はそれを聞かれて古くからの周と神との関係をいろいろに物語「り、お前は記録係でありながらこうした大事を忘れたのか」と反白する石炭は一言の返答もできかねて純暦とともにすごすご御前を退出した。 その姿を見送った慶応はあの男の子孫は耐えよう祖先の行を忘れて記録係が務まるはずはないと予言した <laughs> まるでまるで気象台の運動会に雨が降った話をのようだはいえーと続き さて帰国した石炭は州の慶応との会話を宗教に語った宗教はそれを聞き終わってまたもやこう予言した「慶応様は良いご最後を遂げられまい大使とその母君とを失われたにもかかわらず主演を催すとは礼に欠けていよう」。 ご自分で礼を書いていながら救助を忘れたと言って人を非難するのは非難する方が間違っていると以上「昭和16年慶十有六年春成功女を打つ阻止十番車を帯びきてこれを殺す夏公をよ夜に至る 秋8月祈願信仰伊出世9月待数、既存以上新に行く冬10月新の将校を葬る伝16年春王の正月公新にあり神秘と公をとどむ諸ざるはこれを意味てなり成功上を打つ。 祖師、藩士の乱と藩士の質なとを聞くや前端をして十藩士かを呼びて、おびきてこれを殺さしめついに藩士を取るすでにしてまたその子を立つ霊なり二月平心聖の死法水に至る女子と平らげを行う女子短費と拒人と成功に介して法水に近い毎能に候補の家内をもってす祝尊少子曰く 諸侯の「はなきは害なるかな」「生君の武道なるや死を起こして遠方を失いこれを返して平らぐありて帰れどもこれを防ぐ者なきははなければなるかな死に曰く早州でに滅びとどまり定むるところなし生体不利口して我がいたわりを知ることなし」とはそれこれを言うかとええー、っと今日おそらくこちらが2月。 こちらは三月じゃないかと思うので読み替えてこちらの訓読のテキストの通りいきます。三月真の寒気定に閉ず定白これを強す師さん今締めて曰わく伊予州長に暗いある者は強格せざるあることなかれと校長遅れていたり各の間に立つ姿勢これをとどむ各の後ろにゆくまたこれをとどむ剣の間にゆく各よってこれを終わろう ことを終りて風刺いさめて曰わく、彼は大国の人なり、慎まざるべからざるなり、幾度かこれに笑われて我をしのがざらんにや、我皆、礼ありとも、彼なお我を癒しむ、国にして礼なくんば何をもってかえを求め、校長が暗いをしのうは五子の恥なりと、資産怒りて曰わく、名を発する者、当たらざる、礼をいだすの真ならざる、慶の比類なる、極の 王なる会長の継世る、使命の聞かれざる、両大国にとり民をつからせてこうなく罪およびて知らざるは京の恥なり公長は君の婚尊思考の後なり失勢の死なり死体不となり命を受けてもって仕えして諸侯にあまねし黒人の尊ぶところ諸侯の知るところ 町に立ちて家に集まり国に6割軍に風あり総裁に職あり信を受け信を送りその祭りに妙にある時は己ちょいありいにある時位にあること数世いよいよその行を守りてそのところを忘る今日いずくんぞこれをはずるお縁駅舎の人ありて皆失勢に及ばばこれ洗脳刑罰なきなり しむしろ他をもって我を正せと。戦士官ありその逸は帝の将にあり戦士これを帝白に乞う資産与えずしていわく官府の手記にあらざるなり各位知らずと死体熟死う資産にいいていわく官士はまた幾ばくの求めにてもなし申国はまた未だもって自すべからず秦国と官士とは。 薄くすべからざるなり薄くでいいですかね。もしたまたま残人のその間を高騰するありて寄進にしてこれを助けでもってその強度を起こさばこれを悔いとも何ぞ及ばごし何ぞ一貫を占めるそれもって憎みを大国にとら何ぞ求めてこれを与えざる資産曰く我心を薄う,うして二心あるにはあらず まさに終わりまでこれに使えんとす。五稿をもって与えず中心のゆえなり。今日聞く。君主はナいなきを固んずるにはあらず。二つて礼明なきを憂いとす。と。今日聞く。国を治めるは大に使え書を恵むことを固んずるにはあらず。礼のもってその位を定めることなきを憂いとす。と。それ大国の人。小国に礼して皆その求めを得ば。まさに何をもってかこれを二級せんとする。 ひとたびは教師ひとたびは否めば罪たることますます大なり大国の求めは霊運のもってこれを退く,くる泣くんば何の悪ことかこれあらん我かつ比喩となりすなわち位を失わんとせんもしかし目を報じてもって使いして玉を求めば単位は,なはだし一人罪に腹らざらんにゃ一玉をいだしてもって二罪を起こし我また位を失い ををなさんんごと、旗いずくんぞこれかつわれ、玉を持って罪をかわんことまたええならずやと寛氏これを個人よりかわんとしてすでに値をなせり商人曰く必ず訓退夫に告げようと寛氏これを資産にこうて曰く先にき、いがの寛を小石に失勢、義とせざりければあえて再びせざりき 今これを商人にこうに商人曰く必ず持って分せよとあえて持って恋をなすと資産こ答えて曰く昔我が先君官公と商人と皆衆より入れたり代わる代わる悲偶して持ってこの町を開札しこれが方公、霊長を切りて共にこれをおりこれにおりいよいよ名声ありて持って愛しんぜり 何時我に背くことなかれ我強いて買うことなくごう,うことあることなからん何時に利子崩壊あらんも我へ預かり知ることなからんとこの失勢を頼みてのゆえによう、相保ちてもって今に至れり今ごし吉見を持って来たり片付け直して平友に商人より強奪せようと言わばこれ平友に名声に背くことをおしうるなり すなわち、不可なることなからんにゃ。五子、玉を得て、諸子を失わんことは必ずなさじ。もし大国礼して強制しめ、もって、け、泣くんば、げ、泣くんば、長は、比喩たらん。また、なさざるなり、今日もし玉をけんぜばなるところを知らず、あえてひそかにこれをしくと。漢し、玉を自していわく、き、不憫。あえて玉を求めて、もって二罪を求めんにゃ。 あえてこれを辞すと。「夏4月、帝の立慶、千秋皇に潜す、千氏いわく二三君子、皇右皆伏せよ、木もまたもって帝の志を知らん」と、「司孫は、野犬満足を伏す、千氏いわく樹脂、よいから我望むことあり」と、子孫は帝の高級を伏す。 戦士曰く気絶えざるなりと死体宿は賢章を付す戦士曰く気ここにありあえて死を務めて他人にたらしめんにゃと死体ハイす戦士曰く良い悲しのこれを言えるこのことはあらばそれよう終えんにゃと死後は風雨を付す死気は遊女同者を付ず 紫竜は「卓刑を伏す」「戦士喜びていわく」「手それ近からんか」二「二三君子訓命を持って木にたまいて伏すること」「手の志を入れず」「みんな親しみて遠行する者なり」二「二三君者数世の衆なりもって恐れなかるべし」と「戦士みんな馬を剣じて賀所を伏す」四三「死産廃止五刑をしてみんな廃せしめていわく」「御師乱を休んずあえて徳を廃せざらんにゃと」と 戦士私に資産を見るに、玉と馬とを持ってし、いわくし、木に命じて、かの玉を捨てしむ。これ我に玉を保て、我を死にま、ね、間ぬか、まぬ,ぬかれしむるなり、あえて手にしぎて持って廃せざらんにゃと。ごう、心より至る。 私福昭博騎兵士に語りて曰く真の皇室それまさについにやしからんとす君よ弱に立桂通用して社合なりまさにこれによりてもって習わんとす習いは実に常となるよう癒しきことなからんにゃと兵士曰く何時若し豆雲族国を知らんにゃと秋 8月、真の将校出す。9月、退応するは日出、日照りしなり、帝退官する、途劇、習慣、呪風をして、早産に断らしむ、その木を切れども雨降らず、死産曰く、山に断るは山林を上となり、しかるにその木を切るは罪大なりと、これが勧誘を奪いぬ、冬10月、騎兵士真に生きて将校を葬る、兵士曰く、 弦楽師になり弦楽しこうあるかなぁと以上約文16年計16年の春に清の慶光が蝶を打った伝16年春大暦の正月に炉の将校は死にいた。 が先にをっってのを奪った事件、子10年の城に見える事件が解決していなくそのため祥子は真に幽閉されたのであるこれは禄にとっての恥辱だから春秋の記録に載せなかった突如として清の傾向が罪もない序の国へ軍票を差し向けた「K」「その平王が南方の異種族の君を誘って殺した」 晩氏すなわち南方の一種族の国に内乱があり人々がその君を尊敬しなくなったとの噂が祖に聞こえた平王はすぐさま過労の前端に命じて晩氏の君を欺いて殺し一時その国を奪ったがやがてその子を後目に直し晩氏の国を継がせた。 欺いて他国の君を殺したのは礼ではないがその子を後目に立てたのは礼にあっていた正月に出発した清の軍隊は2月平氏の日に保水序の地の彭水に達した序の人々は一戦も行わずに降参し丹や虚の代表者と共に清の傾向と彭水で講和条約を結んだその際 ジョから稽古に国宝の叶を送ったちょっとだけ場所確認まずジョはここそれからえっ、ー、と虚虚と今日はここで ここ次「生が女王を侵略した事件」についてどの祝尊少子はこう言って探索した「<coughs> 諸侯の長としての実力ある国がないのは弱小国にこの上もなく不利である」「正の傾向は罪もない女王を侵略して勝手な条件で講和を結んだ」「本来ならば諸侯の長がその武道を攻め」 帝を帝伐するのが当然であるけれども現在その実力ある国はなくなってしまった天下のためにこれは悲しい事実である3月にこれ2月と書いてありますが3月3月に真の歓喜が死者となって帝に出向いた帝の抵抗はこの大国からの死者をねぎらう主演を催すことになったがその準備の時紫さんは役人たちに注意して 大国の使者を共謀する場合はよくよく慎重にしなければならぬ特に我が国の過労は気をつけて失礼があってはいけないと言ったところが校長という過労が主演の時間に遅刻してまごまごして招待席に入った整理係がそれを止めると真の使者の一行の後をのこのこついてゆくまたそれを止めるとますます慌てて今度は演奏席に入って座ってしまった漢字たちはそれを見て 思わず吹き出して笑った主演が終わると家老の風刺や資産を諌めて彼は大国の人ですから気をつけて礼に外れないようにせねばなりませんこう度々笑われました以上は我が国は侮って侵略する気になるかもしれませんこちらに礼が備わっていても大国は我々を軽蔑します「校長が自分の席を忘れたのはあなたの恥です」と言った資産は怒って「 そういう理屈は成り立ちません。もし不当な命令を下したり、原稿が不一致であったり、不公平な刑罰を行ったり、諸,諸公の会合に無礼であったり、また下が神の命に従わなかったり、国防を怠ったりしたら、それは私の責任であります。しかるに校長は前の失政、すなわち思考の世継ぎであり、我が国の使者となって各国に出向いた人です。地位といい、経験といい。 立派に備わった申し分のない人物ですこうした人が自分の席を忘れたからといってその責任を私にまで持ってくるのは心外です」と答えた歓喜は宝玉を所有していたこれは一対の細工でその片方は帝の商人が持っていた。 そこで歓喜は死者としてきたついでに片方の宝玉をももう片方のですね宝玉をも手に入れたいと帝の抵抗に願い出た失政の資産は承知せずあなたの求められたく思う宝玉の一辺は商人の私有物で国庫にしまってある漢物ではありませんからせっかくながら私どもの手ではどうにもできませんと言った死体宿と死後とは その傍らから資産に注意して言う。我が国の現状では真に背くということは、国の滅亡を意味します。それに関紀との要求はそれほど大きくはありません。こんなことなら両国は国交断絶になど、こんなことから両国は国交断絶になどなったならば、後悔しても及ばぬでしょう。あなたはなぜそれを惜しまれますか。求めて大国から憎しみを受ける必要はないでしょう。 商人かからら買い上げて譲ったらどうですか私は真を軽蔑するどころか敬礼するからこそ与えないのです。また歓喜殿に真心を尽くしたいと思って拒絶するのです。君子は財物のないのを心配せず位に立って世評の悪いのを患うとか聞いています。これは寛樹殿に当てはまります。 さらに国を治めるには礼を中心とするという語語もあります。これは今の我が国に当てはまります。大国の要求を小国が応じていたならば次第にその要求が大きくなり結局は応じきれなくなってしまいます。応じきれなくなって拒絶したならば大国の怒りを買います。怒りを買うのが恐ろしくて無理な要求に応じていれば 我が国は大国の領地同様となり滅亡の一歩手前に陥りますさらに今回歓喜殿,殿は我が国と親戚関係を結ぶ目的で死者となってこられたのに自分の要求を遂げられたならば君命にも背くことになりますこれも罪ではありませんか一片の宝玉を与えるか与えないで我が国が滅亡し歓喜殿の名誉を汚すようにもなります この点を考えれば私が決して宝玉を惜しんでいる、惜しんではいないという理由がお分かりでしょう。しかし、寒気は諦めきれず、自身でその商人と交渉し、値段を安く決めてしまった。商人は寒気が真の意を借りてあまりに無理な値段をつけたので、 我が国では他国の方に物を売る場合はご家老様の許可を受けなければなりませんと言い張ったそこで関旗は資産に対面して先日片方の宝玉を受けたまりえ賜りたいとお願い申し上げましたがあなたがご承知ないと知って遠慮いたしました今度自身で商人と交渉して値段も決めますとあなたの許可がなければ売れぬと申します どうか届け出ました時は許可していただきたいと存じますと頼み込んだ資産は早くも歓喜が不当な値段で買おうとしているのを察し我がご先祖が州の国から東方に移ってこの国を開かれた時から商人たちは我がご先祖と共に観難信仰を述べましたそれで我がご先祖は商人たちの功労を喜ばれて商人たちは紙に背いてはならぬ神の方では 無理に商品を安く買いい上げるようななことはしない商品を強奪することもしないどれほど利益ある品があっても我々は少しも文句は言わぬから思うように利益を上げてよいとの約束を結びました今日まで双方でこの約束を破ったことは一度もありません今あなたは二国の就航のためにご,ご高麗下さいましたが私の国との約束に背く行為を取られます。 賢明なあなたはこうした約束のあるのを知られましたなら無理に宝玉を手に入れようとはなさいますまい無理を無理と知って押し通せば帝は真の領土同然となりましょう。私どもは職将柄極力それを防がねばならぬ立場にあります。一般には秘めていることをあえて申し上げました「ご,ご検察ください」と条理正しく申し述べた。 歓喜もここれを聞いて宝玉のことは断念し、私は愚か者でとんでもないことを申し上げてしまいました。一遍の宝玉のために帝の国を陥れまた自身を罪する結果になろうなどとは夢にも考え及びませんでしたと定調に頭を下げて謝った。 夏になって炉の将校は神から帰ってきた。でん4月に帝の6人の家老は歓喜を招いて送別の縁を張ったその席上で歓喜は「どうぞどなたも詩を付してください私も承ってあなた方のお心の持ちを知りとう存じます」と言う。 四季すなわち死期の子の永世がまず野犬万層の詩を歌った。思いもよらずご、ご面会できて愉快だ、との意を述べたのである。歓喜はそれが終わるとにっこりして、私の方こそ実に愉快です、と答礼した。次に死さんが体の高級を付した。全道を守る者こそ中心である、との意が含めてあった。歓喜は、 詩の中の人物と比べれば私などは取るに足らぬ男です」と謙遜した。死体主家がすぐさま謙虫の死を歌い出した。帝国に同情を垂れて下さらぬと帝は神以外の国を頼るようになるかもしれぬとの意である。私の目の黒い間はご安心ください。神以外の国にご足労を願うことは絶対にありますまいと歓喜は答える。 死退祝がありがとうございますと礼を言うと歓喜は重ねて、あなたがこの詩を歌われたお心持ちはよくわかります。やはりそうした心は誰もが持ちたいものですと褒め立てた。次に詩于は風雨の詩を歌った。これは君子にあって喜ばしいという歌である。詩季は遊女同者を付した。これは、 歓喜のの志を喜んだのである。詩竜は卓桂を付した。これは歓喜が歌えば自分たちも和して歌おう。との意を述べたものであった。歓喜は喜んで。帝の国はますます盛大となるでありましょう。あなた方は訓明を受けて送別の縁に出席してくだされ、歌われたしわみな帝のもので、真と帝との信仰の意を表しました。こうした立派な人々が上に立っていれば、 帰国の前途にご心配はありませんと言った「歓喜が寧に好意を持ったのを知って資産は非常に喜び他の5人の家老と共に再敬礼をしてあな,たあなたは我が国にご好意を寄せてくださっています。我々一度改めてお礼申し上げます」と言った。 決別するのにあたって関係は密かに資産に宝石と馬刀を送って厚く礼を述べた一辺の宝玉に迷って不全を行おうとした私をあなたはよくも諌めてくれましたこれは私に貴重な美玉を賜ったと同じですあなたのおかげで私は死を免れました金賞ですがお礼を受けてください関係は別に 六人の家老にそれぞれ馬を送り、無事訓命を果たして帰国した。真に捕らえられていた炉の将校は、夏になると、帰国を許されて炉に帰った。将校に随行した私服小白、これは私服軽白の子。 は帰国して真の王室は衰微しましょう将校はまだ若く六人の家老が実権を握って贅沢三昧にふけていますやがて将校がそれを見習うようになれば真の国もおしまいですと兵士に語ったところが兵士は昭白の年が若いのを侮ってお前はまだ若いそんな年で国の存亡などわかるものかと一生に伏し さらに信ずる色がなかった K 秋8月期間の日に真の将校がなくなった9月にロの国では盛大な雨漕い祭りを行ったデン秋8月に真の将校がなくなった 夏の間少しも雨が降らなかったので秋になるとロでは盛大な雨乞い祭りを行った帝の国でも大干ばつがあったそこ,そこで渡劇出荷呪腐という3人の家老に命じ宗山という山を祭って雨乞いをさせた3人の家老は山の樹木を切り倒してしまう雨はちっとも降らない師さんがこれを聞いて。 山を祭るのは樹木を育て上げるのが目的であるそれなのに樹木を切り倒してしまうとはとんでもない間違いで3人の罪は大きいと怒り三家老の食と土地等を取り上げてしまった。炉 <K> の既存以上が真に出向いた10月になると真の将校を葬った。 でん「10月に炉の既存以女すなわち兵士が秦に出かけて将校の葬儀に参列した秦に滞在中彼はその国情を注意してやはり私服軽薄の言葉は当たっていた年が若いと言って一概に退けた自分の方が誤っていたのだ」と後悔した以上。 昭がうぶせはるかなる天よこれ貴金の後に軍心離散せるときその去らざる者この詩を作りて去る者を責めたるしなりあるいは言うまた祐王をそしりて作れる者なりと高校たる高天その徳を主にせず 死を下して飢饉し四国を残罰す。貧天失意にしておもんぱからずはからず、かの有罪のすでにその罪を服せるを許し、この無罪のごとき臨書してもってあまねし。はるかなる天よ、その徳を表したまわず、思想と飢饉等を下し、余もの国々をさいなばす。甘つかみ、神す,すさび。 資料することもなく罪ある者を捨てその罪を失くしこの罪もない者が討ちつれて悩まされるここが引用部分「宗すでに滅び指令するところなし政体不利己をしその元に我いたわりを知ることなし三次体夫あえて宿舎することなし暴君諸行 あえて長旗することなし小稲湧くは良きをもってせよというかえって入れて悪をなす忠の都は滅び落ち着く先もない失勢は都を離れ我が苦労を知る者はない三次の長官たちも宿屋のお勤めをせず大君諸公も朝夕の出仕をしない何とか良いことがと願うが かえって悪いことばかりです。いかんぞ好天、へきげんんぜざる、かの雪き,き,きて、すなわち、いるところなきがごとし、半白の君し、おのおの汝の身をつつしみ、なんぞ愛い、れざる、天をおれざるなり、いかなれば天よ、 制限が信じられないのか。行き釣りの者などは何をし,しでかすかわからない。君子の方々よ、それぞれ身を慎みたまえ。どうして恐れることがないのか。あの天を恐れることがないのか。つわものなって退かず、上なって遂げず。かつて我が雪魚だに。さんさんとして日に闇ぬ。 反白の君子、あえて持って継ることなし、言を聞けばすなわちことうれども、進言すればすなわち退く。外族が信仰したまま退かず、飢饉となっても救わず、かくて自身たちも日々に憂えやつれるばかり、君子の方々もこの事態を告げる人もない。 聞きよい言葉には相手になるが聞きにくい言葉は退けてしまう」「悲しいかな言うことあたわず下よりこれ言い出すのみにあらずこれ見これやみぬ」「良いかなよく言うもの光源流るるがごとく身をして安きにおらしむ」「悲しいや言うこともできぬ」 下がかがんでいるのではない好みが病みつかれているのです。羨ましや口上手。巧みにしゃべりまくりうまく世渡りをする。これゆいて使えんというはだはだ速やかにしてかつ危うし、つこうべからずといわば罪を天使に得、またつこうべしといわば恨みゆうに及ばん。 ここんなな時世に世に入れるのは、危険極まりないことです。「賛成でないと言えば天使に背くことになる」「また賛成だと言えば友人からも恨まれよう」「何時に王都に移れと言えばよ、いまだっかあらずという阻止して吸血す」「玄として山猿はなし」「昔何時の居でおりしとき誰か従うて何時の質を作れる」 君は都に移れというと私には家もないという胸痛く涙も苦くどの言葉にも心が痛む昔そなたが家を出た時誰と世帯をしたのやら以上「弥生満象死境国風帝風の弥生満象これ陰本のしなり」。 男女と気を失い着せずして海鮮ことを思いこれを作りしなり野に満層あり霊炉丹たり美なる一人あり西洋円たり開港相応て我が願いに可能の野面には長く伸びた草上に置く梅雨はトド 美しい一人の人の目元の涼しさ、もし出会い頭に行き合ったとしたら、私の望みは満足。野に満喪あり、霊路上々たり、美なる一人あり、援助として西養なり、外交愛王て死と共によし、野には伸びしぐさありて。えー 伸びし草野には伸びし草ありて持ちし露は上々たり美しき一人の人ありて援助たる聖夜えっ、ー、とこれは訓読ですねなんかちょっと変わった訓読の仕方ですね。持ちし露は上々たり美しき一人の人ありて援助たる聖夜を開講して愛あわはき君と共によからん。 野面にあるのは長く伸びた草上に置くつゆは人々美しい一人の人の鮮やかな目元それと不意に出会ったらその人と一緒にうれしかろう少し補足を読んできます「死者泰生万草を伏す戦士曰く樹脂よいかな 我望むことあり通尺そこで司匠がまず最初に「弥生満草」という詩を付して「思いがけなく相おたのは自分の願いにかなったことである」という意をの述べたそれで感染者が年少の方よさてさてよくぞ申された末頼もしいことである拙者は貴殿を 善と有望な人物であると思うと褒めたえっ、ー、とまあ詩は先ほど読んだ通りなので省略あこここの本初めは読みにくかったのに読みやすく分割されているレイアウトが変わりましたね後宮司教国風帝風の高宮 丁の頂点をそしりて作りし者なりあるいは言うこれ大夫その人をほむるのしなりと高級子羊の上着 子羊の毛皮の上着を着た重心を褒め,褒めたたえる歌。ただし古中では過去にはこうした立派な人物がいたが、今は違うと風刺したとする。高級潤えるがごとく。誠に直にしてかつこうなり。かのその子の子。目を起きて変わらず。子羊の毛皮の上着はつやつやと水に濡れたよう。 本当にまっすぐで殿様らしい。あああの方は運命に休んじて節操を曲げられない。高級ひょうの飾りあり、はだぶにして力あり、かのそのこの子、国の主直なり。お羊の上着にひょうの皮の飾り、なんとも惜しい力持ち。あああの方こそは、この国の 正しいものの頭。高級あんたり、三栄えたり、かのそのこの子、国の源なり。子ひつじの上着のパリッとしたのに、三つのふさがキラキラ。あ,あ、あの方こそは、この国のマスラを。訳し方が面白い。はい、えっ、ー、と、ここは、資産 の皇旧を付す戦士曰く絶えずですかえ通訳次に資産が「帝の皇久」という詩を付して「まことに一国の私直とも言うべき人である」と感染者の「剣」を称揚したそれで感染者がどうしてなかなか接者はさようなものではない。 さても、及びつかぬことであると言って謙遜した。高級は、東風にも海風にもあるから、特に帝の高級と言って区別したのである。あ、そういうことですね。ここ、東ですね。それから、海。 呂国風、天風、賢将。これ、天の風俗乱れて、黒人大国の己を正さんことを思うて述べたるしなり、あるいは言う、これ、因女がその私するところの人に、たわむるる言葉なりと。恋の歌。しかし、古中はやはり政治の歌とすること、後に説く。賢将。 死刑して我を思わば、もっそか掲げて真を渡らん。し我を思わずんば、兄他人なからんや共同の京。あなたが嬉しくも私を思ってくださるなら、裾を唐げて真の川を渡ってらっしゃい。あなたは私を思わぬというのなら、他に男がないじゃなし、吉街坊主の吉いめ。 ちょっと今あ,のあまり良い言葉ではないですね。えー「死刑して我を思わばもっそを掲げて意を渡らん」「死我を思わずんば兄たしなからんや共同の京」「あなたが嬉しくも私を持ってくださるなら裾をからげて意の川を渡ってらっしゃい」「あなたは私を思わぬというのなら他に若者がないじゃなし」 キチガイ坊主の気違い沙汰よ。以上。はいえー、死体宿賢書をす戦士曰く気ここにありあえて死を務めしめて他人に至らしめんやと死体宿敗す戦士曰くよいから死の ここれを言うこと。その、えー、このことあらざればそれよくお縁や通尺その次に失態主が賢秀の死を付して感染者が自分を持ってくれるならば賢秀の志もあるがもし自分を持ってくれないなら他の思ってくれる人のところへ行くという意を述べたそこで感染者が「 拙者がここにこうしているからには間違いはない就航してむつ,むつまじゅうしているのであるからめったに貴殿を振をさせて他人のところへ行かせるようなことはしないと言った死体宿はこの感染者の言葉を聞いてその幸運をありがたいことに思い敬礼して感謝したそこでけ感染者が貴殿がこの検証の死を付されたということは誠に結構なことである。 のこの戒めがなかったなら今後行く先行く先先までむつばじくして末を遂げることはできないであろうといったはい有意ですねはい、えー、次「死境帝府風,風」これ「帝」の「よ」乱れて「 君子のその道を改めざるを思いで作れるしなり趣子によ,よれば合いびきを楽しむ歌古中で,では環境に負けない道徳者を称える歌「風雨風雨生成として敬明開開たり」。 すでに君子を見る、ここに何ぞ喜ばざらん。寒々とした風と雨。苔、苔国公と鳴く鳥。こうしてあなたのお顔を見れば美しくないことさらになし。風雨少々として、敬明高高たり。 すでに君子を見る、ここになんぞ言えざらん。雨はザーザー。鳥の鳴き声は、ごっこそしてあなたと会えば、胸の晴れぬこと、さらになし。ふう、暗きがごとく、軽命やまず。すでに君子を見る、ここになんぞ喜ばざらん。雨風はまるで暗闇。鳥は鳴きやまない。 こうしてあなたと会えば嬉しくないことさらになし。遅く。死ゆ、風をふし。えーっていうところですね。4番目に死ゆが風という詩をふして、 感染者を見て喜ばしいという意を述べた。まあ、そうですね。君子。を見てなんぞ喜ばざらんなので、そうなるんですかね。 友情同社これ「帝の大使骨が「聖女の剣なるをメトラザリシをそしれるしなり」あるいは言う「これまた陰本のしなり」えーと一応吉川の補足では以下四種。 古中は紀元前701年の歌との死後その二人の子である歌と歌骨と霊と歌突とが二十数年にわたって父の後、と歌と争ったのに関連した歌と歌とが今歌とによりと歌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 とうと歌と歌と歌とそうするとと歌と歌と した役ではちょっとよくないような気はするんですけどまあとりあえず。情あり車を同じうす。願春夏のごとし。はた講師はた講師えも、ー、といはた講師はた少子。敗玉敬挙あり。かの美なる猛想。まことに麗しゅうして勝つとなり。去る娘と。 同じ車に乗った顔はむくげの花のよう散歩に行こうと誘えば腰に下げた玉の鎖には美しい宝石あの綺麗なな京の姉娘は本当に綺麗で粋だった「情あり甲を同じ薄元春栄のごとはた公子秦少子肺玉少々たりかの美なる猛京得意忘れず」。 去る娘と一緒に歩いた。顔は朝顔の花びらのよう。その辺を歩き回れば、腰の玉の鎖がサラサラ鳴った。あの綺麗な今日の姉娘の嬉しい言葉が忘れられない。遅く。四季は、遊女同社を不死。 通釈「五番目に四季が友情同者」という詩を付して感染詩の志は誠に美しくかつ雅や,やかであるという意を述べた「よ」「手ふたけ」「これまた大子骨をそしりたるものなりあるいは言うこれ「隠女のしなり」と「 男の誘いかけを待つ女の歌。たくたりたくたり、風それ何時を吹く。宿や白夜、用をいざなわば何時にはせん。枯葉よ枯葉よ、風がお前に吹きつける。三郎さんよ太郎さんよ。枯葉に吹きつける風のように誘いをかけてくだされば、私はあなたの言うことを聞く。 たくたりたくたり風それ何時をひるがえす宿や白夜夜をいざなわば何時をなさん枯れ葉よ枯れ葉よ風のそれ何時を漂わすえー、っとじゃなくて枯れ葉よ枯れ葉よ風がお前をひるがえす三郎さんよ太郎さんよ声をかけてくれれば私はあなたと一緒になる 補足ると竹を付す喜番目に染者がタクケという詩を付して感染者が拙者をいざない導いてくれるなら拙者はこれに従ってついてゆくであろうという意を述べたすると感染感染者がよ喜んで 帝の国はやがて盛んに、えー、起こるこるととなろう貴殿たちは訓命をもって拙者を見送りお見送りくださってかたじけなくも送別の縁を催してくださったそして付された死はことごとく帝の国の志を述べたものばかりでいずれも皆親しみ結み合って主演を催し惜しみを結んだのである。 それに貴殿たちは代々帝の国の大夫である人たちであるだから別段に心配する必要はないのであると言った良いですかねおここの丸をついているところが多分あの その該当箇所に特にい、e、を述べた外当箇所になるんじゃないんですかねこことすでに何時を君子を見る何ぞ喜ばざらんえー、と風雨の中のですねそれから遊女同社の中では 誠に美にしてかつ雅や,やかなりそして、えー、得意忘れず竹の中では何時に これは何と読んだらええ何時に唱うる唱うる唱え何時にわすですねえーの部分賀衝 終小、箇所。これ、文能を明堂に祭祀して、持って状態に配する学科なり。我進め、我祀る。箇所。我進め、我盾祭ると。これ羊とこれ牛と。これ天、それ、これに。右垂れ。文能のりに、儀式、儀式敬し、 日に四方を休んず、これ幸いなり分の、すでに右にこれを浮く。我それ宿や天の意を恐れ、ここにこれを保たん。我進め、我祀る。羊と牛と神助けたもう、分のうの天にのっとり、日に四方を休んず、大いなるかな分のう。助けられて受けたもう、 我、レ、宿やして使え、甘つかみの意を恐れ、常にこれを保たん。以上。で、法則ですね。えー、っと。思考して、感染者は皆の者に馬を 贈呈して「賀衝」という詩を付して自分はただ四方の国々の乱を鎮め納めることを思っているのであって主婦や天の意を恐れているのであるという意を述べたえー、とここの部分が該当するってことですかね。 ということにしときましょう。小高17年。k 1七年春招致し来長す。夏六月口述作日これを食する。あり。秋男子来長す。八月真の順を死を率いて立子の銃を滅ぼす。冬おし、あり、耐震に廃す。そして5頭長安に叩こう。伝 十七年春小中の牧を来朝数高これと演す、義兵士祭塾をふず牧を生成者がをふず小はくありてもって国せずんばそれよう久しからんにゃと夏六月高術作、く日これを食するあり祝詞持ちうるところの兵をこう小はく日これを食するあれば天使は振る舞わず後者に打ち諸高は兵を者に持ちを長にうつは礼なりと 兵士これをとどめて曰くやめよう。ただ正月作にのみ、よく未だ起こらず、非これを食するあれば、ここにおいてか、こう打ち兵を用いることあるが、礼なり、その世は叱らずと、太使いく、この月にあるなり、非文を過ぎて今に死ならず、未だ死なあらず、もとい、この月にあるなり、非文を過ぎて未だ死ならず、三神に。 えありここにおいてがはかものを下し君振る舞わず避けて時を移し額功を奏し、宿兵を用い、死自を用いる、ゆえ二箇所に曰く辛抱に和らがず功功を古公奏し、職夫派生諸人走るとこの月策を言うなりかの四月にあたれりこれをもうかというと兵士、従わず少子退きて曰く風刺 まさに風志、えー、まさに石あらんとす君を君とせずと秋丹子来朝すこうこれとえんす少子とって曰く小公子鳥もてかんに名づくるは何のゆえぞ丹子曰く我がそなり我れこれを知れり昔皇帝子は雲を持って儀す 炎帝子は火をもってキスゆえに火子となりて火もて名づけぬ教皇子は水をもてキスゆえに水子となりて水もて名づけぬ太閤子は量をもてキスゆえに両子となりて量をもて名づけぬ我が酵素昇降子の達也包丁たまたま至れりゆえに鳥にきし長子となりて鳥もて名づけぬ 弘長子は歴性なり幻長子は文を司さどるものなり白長子は死を司さどるものなり成長子は刑を司かさどるものなり短長子は兵を司さどるものなり出級子は死となり初級は死はなり子級子は死苦なり早級子は思考なり国級子は死児なり 五級は民を集むる者なり五兆五公正となす器用利子度量を正して民を平らかにする者なり九公九能性となす民をとどめて因することなからしむる者なり戦局史より 以来、陶器を期することはたわず、すなわち近きに期して民の死となりて命ずるに民義をもってするは、すなわち当たざるなり、と、忠時、これを聞いて端子にまみえてこれを学ぶ。すでにして人に告げていわく、我これを聞く、天使観を失えば学、死にあり、とはなお死なり、と。信仰。 都会をして州に浮きて「楽と山と都に断らんことを壊しむ」「長江粒子にいていわく」「各の世をたけし祭りにはあらさるなりそれ銃を打たんか」「立婚しはなはだ祖に結まじ必ずこの世へならん君それこれに備えよ」とすなわち銃の備えをしむ九月帝防真の順を死を率いて極真より渡り祭祀をしてまず生を楽に用いしむ」 立婚の人を知らず死これに従い今後ついに立婚を滅ぼしこれをせむるにその祖に慈悲あるをもてす立婚し祖に走るその衆貫禄に走る衆を大いに得たり戦死夢に文公が順悟を携えてこれに立婚を授くと見る故に牧師をして死を率いて負を文宮に剣ぜしむ浮遊しあり大臣の西に入し漢に及ぶ 心主人曰く、水は給を払い心をしくゆえんなり、天地は常の正あり、今かに貼ろう。か、いでは必ずこれを時間、諸行それ、かさやらんか。し神曰く、往年我、これを見たり、これ、その蝶なり。か、いれて見えたり。今年か、いれて現る。必ず、か、いれて伏ん、その、かにおるや久し、それ、ともにしからざらんにや。 かのいずれはかにおいては三月となし、上においては四月となし、週においては五月となす。かの数は天を得たり、もし日起こらば、それ四国これ当たらん。うえ、陳帝にあらんか。うは大院の虚なり、陳は大公の虚なり、帝は宿勇の虚なり、皆かの棒なり、もし敗して漢に及ぶ、漢は水晶なり、 A 選挙区の協なり、ゆえに提給となし、その星を大化となす。水はかのぼなり、それ兵士、もしは神ンを持っておこらんか。水火の王ゆえんなり、もし帰いりて伏せば、必ず神ンを持ってせん。そのミュるルの月を過ぎじと、帝の秘そをさんにいていわく、そうえ帝、まさに同日にして、ひやらんとす。もしわれ、 玉山を用いは、帝は必ず非あらざらんと資産与えず五僧を打つ妖怪霊院たり戦いを牧す不吉なりし獅魚いわく我上流を得たり何の家にかきつならざらんかつその子はは木に霊せり我こう改め牧船と霊視せいわく王やその賊をもって これにしし、そのしこれに継がば、小犬がわくは、大いにこれに勝たんと、きつなり長願にたたこう、し行、まずしす、そのしこれに次ぎ、大いにごのしを破り、その上習、よを得たり、随人との地に至るものとしてこれを守らしめ、めぐらしてこれに堀、掘り掘りてせにおよび、その水に墨を満たし、沈してもって目を待つ。 五の孔子五その衆にこうっていわく禅王の上主を失いしは兄いただこうの罪のみならんや衆もまたこれあり公う借りてこれを取りてもって死を救わんと衆これを許す長領の者三人をして終息に潜伏せしめ曰わく我余興と呼べばいわば,ばすなわち答えよとし夜これに従い三度呼ぶ皆互いにことを。 そひと従ってこれを殺さんとしその死みだるご人大いにこれを破り欲を取りて持って帰る以上約分17年。 計十七年の春に小致国の君が炉にご機嫌伺いに来た。ん十七年の春に小致の木工が炉に来朝した。炉の将号が礼によって主演を張る。席上で兵士が祭祝という詩を付した。これは君子が来られたが何を贈呈したらよかろうかとの意である。木工はこの歓迎の詩を受けて、生成者がという詩を出した。 これは兵士を君子に例え、君子にあってすこぶる愉快だとの意を含めていた縁が終わると祝尊少子はあれだけ謙遜でまた礼儀が厚いからよく国を治められるのであろうと母校を褒め,褒めたたえた、K、夏6月公述の1日にあたる日に日食があったでん夏6月に日食があったので祝尊少子が 士官の願いを承知し先祖の廟で祭りを行おうとしたところが兵士はヘリックスを言い出し上役の意向で無理に中止させてしまった少子は兵士の前を退いてから多分あの人は君を追い出すようになろう日食に対する礼をおろそかにするのは君を軽蔑している証拠であると非難した K 秋になると丹の君が炉にご機嫌伺いに来たデン 炉の将校は例によって主演を催しその席上で「あなたの祖先の将校誌は管理の役にすべて鳥の名を付けた」とかか聞いていいてますすが、どういう理由ですかと質問した「その当時はこうした例はよくあったもので別に珍しいとも言えませんお尋ねですから説明いたしましょう」と炭の君は答えその理由をこう説明した将校誌の「 父の皇帝時代には皇帝金イエローエンペラーの時代には雲に随所があったというので管理の役に雲の名を付けましたまた炎帝氏の時代には火に大公士の時代には竜に強皇士の時代には水に随所があったのでそれぞれのものにちなんだ感名をつけました私の先祖の象徴者が立つと鳳凰という鳥が飛んできました。それで 鳥を万事の基準とし、管理の役も鳥の名を付けた次第です。小読みを正す漢を包丁し、春分・秋分を司る漢を幻聴し、月始・冬至を司る漢を白聴し、立春・立夏を司る漢を清聴し、立秋・立冬を司る漢を単聴し,し、平時を司る漢を初級し、法政を司る漢を早級し、といった類で、 聖子の次に立った戦玉の時からこうした随章がなくなったために管理の役に特別な称号をつけることもやんでしまいました」と講師はこのことを聞き丹の君を師としていろいろな孤児を学んだと伝えられている。真の傾向は都会を使者として州に行き 落水とサントザ山とで土地祭りを執行したいと願い出た都会から事情を知った州の長江は大臣の粒子に向かって「真の死者は殺気に満ちています土地祭りのためではありません」多分外仲の良い立恨という一種族の立恨を打つ目的でしょうその際我が国は真に味方をするのが何かにつけてご便利だと思います」と進言したそこで州では 異種族に対する兵備を整えた。慶8月に入ると真の純吾は軍隊を指揮して立恨一族の立恨を滅ぼした殿9月堤防の日に真の純吾すなわち牧師が大軍と共に落水につき生贄にえの牛を水神に捧げて戦勝を祈った。 立魂の人々はそれを知ったが別に気にも止めなかった神ではその油断を見済まして突撃し外通じているとの理由で交互の日に離婚一種族の離婚を滅ぼしてしまった離婚の君は祖に亡命し国民たちはなだれを打ちながら州に逃げる州ではあらかじめそれに備えていたので神を助けて捕虜と戦利品等をたくさんに得た 真はなぜ急に立皇を責めたのであろうか。真の歓喜があるよ、夢を見た。夢の中で文皇が純悟の手を取り、お前に立皇の地を授けると言った。歓喜はそれに従って純悟を対象として立皇を滅ぼし、捕虜を文皇の墓に備えた。 冬,冬になってからのあるよう火星の西に一つの彗星が現れた一つの彗星が大火星の西方に現れたのを眺めた炉の新種花炉の新種は諸国に来年は大火が起ころうと予言した将校はさらに詳しく思春に観察させた。 獅子は新州殿が諸国と申されたのは宋英陳帝の国々で私も明年この国々に大化があろうと信じますと根性した帝の秘,秘宗もまたこの彗星を眺め宋英陳帝の四国は間もなく同時に火災が起こりましょうもし私が宝玉の杯と玉で作った手記とで 祈祷をすれば帝の国から火災を追い出せますと資産に根性した資産はあまりその源が突飛なため信用せずそれらの品々を与えなかった「外 <K>」「五と」がとがんで戦い互いに勝敗があった「伝」 そうでは妖怪が失政、死魚が兵馬の剣を握っていた。今年の冬に、五が荘を攻め立てた。妖怪はその復讐戦を図って喫強を占うと、凶と出た。死魚は、味方は川の上流にいる。流れに従って攻めれば、何ほどのことがありましょう。それに我が国では、戦争の占いは兵馬の、 剣を握る私がやる,やることになっています私が今一度改めて占いましょう」と心の中で戦死を覚悟して占う今度は吉と出た祖軍は反撃して長がその地の長がんで戦い修行は第一に戦死する大将の討ち死にに励まされて必死となり後の大軍を散々に打ち破りその君の乗り船である余興という船を 捕獲した味方の敗戦を悔しがった五の王族の孔すなわち孔陵は「我が国宝の船を敵に敵に奪われては君に合わす顔がないお前たちの力を借りて是非とも取り返したいものである」と言明に及んだそこで五では作戦計画を練った結果その人々は髪の毛を長くしているというので髪の毛の長い五の人 を三人選んでぶんどられた船のそばに隠れさせもし味方の軍が大声で「与光」と船の名を呼んだならば必ず返事をせよと言い聞かせ夜の闇に紛れてその軍中に入り込ませた夜の明けぬ間に「後の軍勢は船に近寄った」真っ暗い中で「与光」と大声で叫ぶ「おお」 と味方の中から大声で返事をするものがあるので、祖軍はぎょっとした。陽光、おお。軍は呆れて顔を見合わす。三度目に陽光と呼び、王と答えると、祖軍はもう浮越腰になりながら三人を発見して殺そうとした。五の人々はこの木に乗じて大いに祖軍を破り、陽光を取り返して引き上げた。以上。 今日祥が祭祝豆を取り豆を取りこれ天使漁僧の死に断るしなりあるいは言う竜王をそしれるしなりと祭祝祝を取り祝を取るこれを形見にしこれを箱にす君子来たり長す何をかこれに席をせん、えー これにあとうることなしといえども、老舎は情語あり、また何をかこれに与えん、原根およびおなり。豆を取り豆を取り、片身にも満たしけり、分子来たります。何をもて保うべき、保うものなくんば、見車に馬そろえ、またさらに何をか添えん。竜の衣、縫い取りの袴。 きつふつたる感染、ここにそのせりを取る君子来たり調す、ここにその木を見るその木平平たり乱世軽敬たりすなわち三子すなわち死す君子の至る所なりふつふつと泉が湧きその家帯にせりを積む君子来たりますそのたったるえ立、ー、てたる 旗見ゆるその旗はひらひら鈴の根はカラカラ添える馬は三つ四つ君子至ります石仏ももにあり蛇腹下にありかの交わりゆるからず天使の後うるところなり楽しき君子は天使これに命ず楽しき君子は福録これを重ぬ、ね 主の膝掛けを掛け、むかばき、下にまとう、あながちに求めしにあらず、くえ帝より下したまえり、めでたき君は、てえぞ、めじたも、めでたき君は、ふくろくかさねたも。これ、作の枝、その葉、ほう,ほうたり、 楽しき君主は天使の国に沈む楽しき君主は万福の集まるところ平平たるいうもまたこれ従い従う。母木の枝にその葉は茂るめでたき君は帝の国を治むめでたき君は幸皆集まり大どかに人々も左右に突き従う。 偏偏んんたる妖衆は綱もてこれをリース楽しき君主は天使これをはかる楽しき君主はうくろくこれをあつうす言うなるかな言うなるかなまたこれ至れり以上ポイントは えーと17年の春の話ですね。祭祝という詩を付して、とこの時、騎兵士が祭祝という詩を付して、木工を君子に例え、君子が来られたが何を贈呈したらよかろうかと歓元の意を表した。次。生成者が。司教書が生成者が。 これ品格を変因するのしなり、あるいは言うこれ人材を育成することを楽しみて歌えるものなりと、生成者がよもぎしげりて、生成たるものはおはぎかの中和にあり、すでに君子を見る楽しんでかつ義あり、よもぎしげりてかの山の熊に、 愛君ぞ姿うるわし正々たる者はおはぎかの中量にありすでに君子を見る我に百方を保うよもぎいしげりてかの川岸に愛見し君ぞ心楽しく正々たる者はおはぎかの中量にありすでに君子を見る我に百方を保う よもぎしげりて、かの、丘の上に。あいみしきみぞ、よきものたまえり。<coughs> へんぺんたるようしゅう、すなわちしずみ、すなわちうかぶ。すでに君主をみる、わが心すなわちやすんず。ながるる小舟、こぶね、うきつしずみつ。あいみしきみぞ、心ろやすろう。以上。 遅く、このの部分のですね。そこで「えー、と母校はこれに対して生成者が」という詩を付してやはり騎兵士を君子に例え君子にあって楽しく愉快であるという意を述べた。 すでに君子を見るこの辺りですねはいはいえー、以上でこの間終わりですかね えー、以上で23終わり1回休憩また後ほど。